逃げるぞ。間違いない、特急だ。動けねえ。うわあ、何この数。ここまで近づかれたらもう逃げらんねえ。落ち着くな。俺が死んだらお前も死ぬんだろ。とはいえ腹立たしいことに、この体の支配者は俺ではない。呪術じゃない、ただ呪力を飛ばしただけだ。シグロ、シグロ、釘崎連れてここから逃げろ。できるわけねえだろ。特急相手に片腕で。ダメだ、シグロ頼む。玉剣、釘崎を探せ。残りはこれ一本、もっといっぱい持ってくればよかった。しかしどうする。なんだ今の。組まなければあの時。やめろ、それは正しいしか。何弱かったのか。脱出するぞ釘崎。見抜かれてた。俺は強いと思ってた。俺は弱い。やだ、やだよ。正しい死か。呪術師に悔いのない死などない。この死が正しかったと言えるように、全て出し切れ。拳に乗せろ。鳴き声はシグロの合図。つくづく忌々しい小僧だ。この俺を完全に舐めてやがる。どうすればあの小僧を後悔させられるかをな。これだろうな。振り出しに戻してやる。ついてこい、バカが。よいよい、それならここで死ぬ。そうだ、おい知ってるか、俺とお前がだぞ。いいぞ特急、嬉しそうだな。この小僧も呪いの何たるかを、本物の呪術というものを領域展開。福間水。